お久しぶりです。トーマスです。今日はね、15.6 インチプレミアムノートを1年使った感想と、そして俺がデスクトップパソコンを買わない理由っていうのを解説をしていきたいと思います。というのも、買ってよかったランキングとか仕事道具とかで、俺の 15.6 インチプレミアムノートっていうのを毎回紹介はしているんやけど、どうして動画編集をするのにデスクトップパソコンを買わないんですかっていう質問が結構あって、そこに対して俺があえて 15.6 インチのプレミアムノートを選んでいる理由っていうのを解説をしていきます。そして、これから新社会人とかになって新しくパソコンを新調しようかなって思ってる人結構いると思うんやけど、果たしてデスクトップパソコンを買うべきなのか、ノートパソコンを買うべきなのか、そしてノートパソコンであれば10インチから15インチどのサイズを買うべきかっていう悩みは尽きないと思うんやけど、正解はないです。ただ俺がこのパソコンを買った理由を参考に自分なりの答えを見つけてもらえればと思ってこの動画を撮っていきたいと思います。でまずね、一番最初に紹介したいのが俺が今現在使っているノートパソコンなんやけど、非常に高いです。 HP スペクトル X36015 っていう定価24万円のノートパソコン今現在使っております。やっぱりね、値段が高いだけあって性能も今のノートパソコン業界の中ではほぼ最高ランクの性能になっています。というかね、むしろ安いねん。この性能を手に入れられる最も安い選択肢っていうのが実はこのパソコンだったりします。だから実はこの値段は安い方やね。でライバルとしては Surface とか ZenBook Pro とか、あと MacBook とかになってくるんやけど、どれもねこれぐらいのスペックを手に入れようと思うと30万円は上回ってくるので、これ実はむちゃくちゃ安いです。でこのパソコンを選んだ理由を解説する前に、まず俺の今までのパソコン使用歴っていうのを解説したいんやけど、俺今まで合計で12台のパソコンを乗り換えてきています。で一番最初がデスクトップパソコンで、それ以降がノートパソコンを使い続けてきたっていう感じで、画面の大きさに関しても最小が10インチで最大が 15.6 インチだったりとか、スペックに関しても最小が Atom CPU で最大が Core i7 第8世代とかで、最底辺から天井までいろいろと使ってきましたと。そしてこれらいろいろ使った上で俺が出した俺なりのノートパソコンの選び方っていうのがこれになるんやけど、ノートパソコン購入の最低ライン、特に目的もなくとりあえずの1台目としてのノートパソコンを購入を検討しているんであれば、これらのスペックを重視してもらえれば大丈夫だと思います。で具体的に言うと、頭脳に当たる CPU に関しては Core i3 以上なんで Core i3、Core i5、Core i7 でも OK です。で CPU には世代があって、世代が新しくなるごとに性能が上がってるんやけど、今の最新世代が第10世代やから、できれば第10世代以降を選んでもらうっていうのがおすすめです。そしてメモリが 8GB 以上。8GB は Windows を動かすための最低ラインなんで 8GB 以上は絶対にいると思ってください。Mac は知りません。4GB やと初めは軽いんやけど、しばらく使ってると全然動かんようになってくるから、絶対に 8GB 以上っていうのは死守してください。そしてね、画面サイズに関しては13インチまたは14インチっていうのがおすすめです。これより小さいところに10インチとか 11.6 インチ、12インチっていうのがあるんやけど、Mac に関しては12インチでもいいと思うんやけど、Windows の10インチとか 11.6 インチに関してはちょっと画面が小さすぎるし、あとキーボードが狭くなってしまってタイピングがしにくいというのと、そこまで小さくするメリットっていうのがほとんどないのよ。13インチも 11.6 インチもほとんど大きさが変わらないから、それであれば13インチもしくは14インチの視認性の良さっていうのを選んでもらうのがおすすめです。で重量に関してはこだわり出したらキリがなくて、1キロ以下っていうのもあるんやけど、そういうのを選び出すと値段が跳ね上がってしまうから、個人的には 1.4 キロ以内なら普通にカバンに入れて持ち運ぶ分には負担にはならないんで、この重量以下っていうところで探してもらうのがおすすめです。いやでもうちそんなんわからへんっていう人に、もうとりあえずの1台目として俺が全員に対しておすすめしているのがこのレノボ S540 の14インチモデル。これむちゃむちゃ安いです。 CPU Core i5 の第10世代を搭載していて、メモリ 8GB で14インチで 1.4 キロ以内で、なんとお値段7万円以下と6万円ちょっとっていう感じで買えるから、もし今とりあえずの1台目としてノートパソコンを検討しているんであれば、このレノボ S540 っていうのを買えば間違いないかと思います。概要欄にリンクは貼ってます。触っていいんかな。でかい。いったはい、じゃあこっからね、ノートパソコン VS デスクトップっていう話にはなってくるんやけど、じゃあ一体ノートパソコンを買う意味って何なのかっていう話にはなるんやけど、まずね、ノートパソコン全体のメリットっていうのが何かっていうと、持ち運べるっていう、これが一番大きいね。そして配線がシンプルです。デスクトップパソコンはやっぱりディスプレイが別やし、有線接続とかしないといけないし、キーボードも別で繋がないといけないわけやから、何かと配線が煩雑になってしまうのに対して、ノートパソコンに関してはオールインワンで非常に楽ですと。電源ケーブルさえ繋いでしまえば使えてしまう、そのシンプルさっていうのがノートパソコンの魅力になってきます。ノートパソコンの魅力は分かったと。じゃあ俺が選んでる 15.6 インチのデカめのノートパソコンを選ぶメリットは何があるのかっていうのが、15.6 インチノートパソコンのメリットをここに3つ追加しました。当たり前やけど 15.6 インチだから画面が大きいというのが1つと、でキーボードが充実してくるパターンが多いです。何かっていうと、例えばね 11.6 インチとか12インチのパソコンのキーボードってフルキーボードじゃないのよ。どっかがはしょられてる可能性が高いです。それに対して 15.6 インチノートパソコンの多くはフルキキーボードを搭載しているので、キー配置の独自仕様っていうのがないパターンっていうのが多いです。そしてもう一つのメリットとしては、点キーを搭載しているから、電卓入力あるでしょ、あれができるパターンっていうのもあるから、電卓入力にこだわりたい人であれば 15.6 インチパソコンと、あと点キーがついてるものを選んでもらうっていうのがおすすめです。そして3つ目がね、排熱効率に優れますと。やっぱり 15.6 インチは本体サイズが多いから、その分排熱もしやすいのよ。それに対して 11.6 インチとか12インチとかは、小さい本体に各パーツをギュッと詰め込んでるわけだから、排熱が難しくって思うように性能を発揮できないっていうのと、あと熱が出る CPU を搭載することができないから、 15.6 インチノートパソコンの方が性能の限界値っていうのは高くなります。ただ俺が購入したのはただの 15.6 インチノートパソコンではないです。 15.6 インチの中でも最もグレードが高い 15.6 インチプレミアムノートパソコンを購入しています。じゃあプレミアムノートパソコンのメリットは何なのかっていうのを解説したのがこちらになります。このあたりですね、さっき 15.6 インチノートパソコンに関しては排熱効率に優れるから性能の天井を上げやすいって言ってたんやけど、そのメリットをフルに活用して性能を極限まで引き上げたノートパソコンのことをプレミアムノートパソコンって言います。言い方は人それぞれあるから、別にこれ固定ってわけではないんやけどね。で、実際に俺が使ってるノートパソコンも CPU に Core i7 の 8750H っていう、これ発熱が大きくて 15.6 インチモデルにしか搭載できない CPU なんやけど、その分処理能力も高い CPU を搭載していて、そしてこれ GPU っていうやつなんやけど、GTX の 1050Ti っていう GPU を搭載しています。これがね、映像処理に特化した CPU のことなんで、これがあるかどうかで映像処理の効率っていうのが大幅に変わってきます。で、GPU に関してもやっぱり発熱がひどいから 15.6 インチモデル以上じゃないと搭載していないことがほとんどです。で、最後に 16GB メモリを搭載していますと。さっき 8GB が Windows を使う上では最低ラインっていう風に言ってたんやけど、その場合の 16GB メモリを搭載することによって映像処理に余裕で対応できるようになってます。まずプレミアムノートパソコンは全体的な処理能力が高いから、動画編集だけでなくって、例えばゲームとか写真編集とかイラストレーターとか、そういう重い処理に対応できるっていうのがメリットの一つになります。そしてもう一つが 4K ディスプレイで、その上で13時間もバッテリーが持つのに 2.2kg っていう、なんとか持てないことはないぐらいの重量に抑えてきてくれているっていうのが 15.6 インチプレミアムノートパソコンの魅力になってきます。で、プレミアムノートパソコンのライバルになるのがゲーミングノートパソコンではあるんやけど、スペック的にはほぼ全く同じです。ただゲーミングノートパソコンに関してはクリエイター向けの 4K ディスプレイではなくって、ゲーム用のフル HD ディスプレイを搭載しているっていうパターンが多いのと、あと重量がこれよりちょっと重い割にバッテリーがあんまり持たなくて、その分値段が安いっていうところで住み分けがなされています。やっぱ一番でかいのはこの 4K ディスプレイやね。4K ディスプレイがあるかどうかによって、クリエイター向けのアプリに関しては作業効率が圧倒的に変わってくるんで、これをつけるか外すかで 15.6 インチノートパソコンの値段っていうのは跳ね上がってきます。これが必要なんであれば最低でも24万円ぐらいっていう価格帯になってきます。名前の通りではあるんやけど、プレミアムノートっていうのは市場の中で最も性能が高いノートパソコンのことを指します。あれ、そしたらプレミアムノートって最強やん、これ買えばよくないっていう話になってくるんやけど、実はそうでもなくって、このプレミアムノートにも大きなデメリットっていうのがあります。それがこちらになるんやけど、繰り返しにはなるんやけど、値段がすごく高いと。24万円もします。で、これね、具体的にどれぐらい高いかっていうと、デスクトップパソコンであれば同じ性能が14万円で手に入るぐらいだから、持ち運べるかどうかで10万円の価格差っていうのが出てしまうから、これがね、コメント欄で24万円も出すんであればデスクトップパソコンならもっといい性能のが買えるのにって言われるゆえんではあるんやけど、やっぱりね、持ち運びっていう付加価値を獲得するためにその分金額が上乗せされているっていうのは事実です。そしてもう一つがね、拡張性が非常に低いですと。デスクトップパソコンであれば多数の USB 端子があるし、ディスプレイを何枚でも拡張できたりっていうのがあるんやけど、最近のプレミアムノートパソコンに関してはこれね、24万円もするのにそもそも USB 端子が付いてないみたいなパターンも少なくなくて、例えばね、俺が使ってるやつでも USB 端子がたったの一つしかないです。で、どうしているのかっていうと、タイプ C ハブっていうのを使って拡張してくださいってなってるんよ。だからタイプ C ハブをつなぐことによって、そっから USB を拡張できたり HDMI を拡張できたりっていうのはあるから、家の中では普通に使えるんやけど、ただ毎回タイプ C ハブっていうのを用意しないといけないから、拡張できなくはないんやけど、拡張するために単純に一手間が増えてしまうっていうのがデメリットになります。そして3つ目がカスタムができないっていうところやね。デスクトップパソコンであればちょっと時代遅れになってきたら中のパーツを変えることによって性能を高くできるんやけど、ノートパソコンではそれができないです。もう買ったままの状態で使い続けて、古くなったら売る以外の選択肢がないのよ。この3点がノートパソコンのデメリットになってきます。だから今デスクトップパソコンを買うべきかノートパソコンを買うべきか悩んでいる人に関しては、ノートパソコンに関してはこれらのデメリットがあるけど、このデメリットを補って余りあるメリットをノートパソコンに感じるというのであれば、ノートパソコンを買えばいいです。逆に持ち運ぶ必要性が全くなくて、性能に対する価格を重視したいというんであれば、デスクトップパソコンを選んでもらうっていう感じになります。お手聞超えてるのは分かってんねんぞ。で、こっからは今まで11台のノートパソコンを乗り換えてきた俺が 15.6 インチプレミアムノートパソコンを使ってみた実際の感想っていうのを解説をしていきたいと思うんやけど、で、簡単にまとめるとメリットはこの4点で、動画画像編集で超時短できるっていうのと、あとオールインワンがすごく快適っていうのと、あと外でも最高の作業環境を維持できるっていうのと、最後デメリットにはなるんやけど持ち運びがかなりしんどいっていうこの4点になります。で、1つ目、まずね、動画画像編集で超時短できると。とはいえ、そこに果たして24万円のお金を払う価値があったのかっていう話になると思うんやけど、明確にありました。これ何かっていうとね、新しいパソコンと旧パソコンのスペックの違いがこんな感じなんやけど、まずね、GPU があるかないかっていうのと、CPU が大幅にグレードアップしてるっていうのと、メモリが 8GB から 16GB に増えてます。この3点です。で、この3点がグレードアップしたことによって、具体的にどれぐらい作業効率が変わったのかっていう話なんやけど、それがこちらですね。10分の動画を編集が終わって書き出す時間が1時間から10分まで短くなりました。だから動画の書き出し時間に関しては6分の1まで時短できています。そしてもう一つが画像100枚をライトルームで書き出した時の時間が4分から3分になってます。これに関してはまあ1分しか減ってないからそんなに差はないんやけど、動画の書き出し時間がえげつないでしょ。だからね、動画がいかにスペックを要求してくるかっていうことなの。そしてね、これに関しては単純に書き出し時間で解説をしてるけど、実は書き出しより重い作業が編集作業です。編集が終わって書き出しをスタートしてから終了するまでの時間が6分の1にはなってるんやけど、そもそもの基本性能が上がったことによって編集作業が超快適になってます。俺ね、これね、パソコン買い替えた時びっくりしたんやけど、簡単に例えると今まで金属やったものが粘土になったぐらいの衝撃で、あんなに硬かったものがぐにゃぐにゃに操作できんねん。単純に書き出し時間で見ると50分と1分しか変わってないんやけど、そもそもの裏の編集時間が今までね、20時間とかかかってたのが8時間ぐらいまで落とせるようになったっていうのがむちゃむちゃでかいポイントやから、悪いことは言わんから重い作業をする人に関しては何よりもスペックに投資した方がいいです。これはね、時給換算すると1週間もあれば元取れるから、パソコンに関する投資は惜しむ必要は全くないです。そして次にね、オールインワンは快適っていう、これも当たり前ではあるんやけど、ノートパソコンやから全てのパーツがオールインワンになってるわけよ。だからね、デスクトップパソコンと違ってディスプレイをつないだり、キーボードをつないだり、スピーカーをつないだりする必要はないっていうのがメリットではあるんやけど、プレミアムノートパソコンになってくると、その一つ一つのパーツに関してもグレードが高いものがついてくるから、例えば超綺麗な 4K ディスプレイっていうのが標準でついてるっていうのはありがたいよね。これに関しては市場で購入すると最低でも4万円以上のものがもうすでに標準で搭載されているから、常に綺麗な色の広い作業領域で作業できるから、作業効率を最大化できます。そしてこれね、デスクトップパソコンにはない魅力なんやけど、指紋認証に対応してるし、あと俺のパソコンに関しては顔認証にも対応してるから、電源ボタンを押して俺が目の前に座ってるだけで自動的にロック解除してデスクトップ画面まで行ってくれるっていうのはありがたいポイントになります。次にタッチディスプレイね。確かに 4K ディスプレイ市場で購入することはできますが、タッチディスプレイを購入するっていうのはさらに値段が跳ね上がってきますが、ノートパソコンに関してはタッチディスプレイ標準搭載です。ただし俺はタッチディスプレイはほぼ使わないです。そしてそこそこのスピーカー、残念ながら俺が購入したプレミアムノートパソコンのスピーカーに関してはたまに音割れをするからそんなに良くはないんやけど、ただ悪くもないスピーカーがついています。とはいえね、1点だけ残念なのがタッチパッドの精度が悪すぎて使い物にならないと。まあ俺はメインでマウスを使ってるからあんまり問題はないんやけど、24万円払ってタッチパッドがクソってどういうことやねんっていう話やから、プレミアムノートでも全てが完璧なわけではなくって、品質はパーツパーツでピン切りにはなってくるから、自分が重視するポイントっていうのを実際に触って確かめた上で購入してもらうっていうのがおすすめです。はい、3つ目はね、外でも最高の作業環境が維持できる。まあそのために性能の割には高い値段を払ってるわけやから当たり前って話ではあるんやけど、やっぱりね、外に持ち出した時も最高の性能を使い続けられるっていうのは魅力です。だから去年のバイク2本一周とか2月に行ったタイ旅行とかでもノートパソコンは持って行ってたし、そこで家と変わらない作業環境を維持できたっていうのはありがたいポイントです。ただね、いろんなところで作業してると、ああ自由でいいですねみたいなこと言われるんやけど、実はこれトレードオフで、作業場所は自由なんやけど作業時間は自由じゃないのよ。俺だって日本一周してる時さ、走ってない時間のほとんどを動画編集に当ててたから。だからね、俺みたいな時間管理が下手な人間であればそういう生活はプライベートが消えるから、ノマドが必ずしもいいわけではないっていうところだけは注意点としてお伝えしておきたいと思います。で、最後4点目、これデメリットになるんやけど、 15.6 インチっていうサイズ感やっぱり持ち運びは相当しんどいです。普通のビジネスバッグに入れるのもきついぐらいやと思ってくださいということなので、 15.6 インチノートを持ち運びたいんであれば専用のカバンっていうのを購入する必要が出てきます。で、俺はね、一応ここに写ってるこのノースフェイスのサージっていうのを購入していて、これ 15.6 インチのノートパソコンが入るノートパソコン専用のポケットを搭載しているから、そのおかげで24万円もするノートパソコンを日本一周中も安全に持ち運ぶことができました。そしてあとやっぱり 15.6 インチっていうことだからデスクのサイズを選びます。単純にノートパソコンがでかすぎる。とはいえ一応検証した結果、新幹線の小さいテーブルでも載せることはできます。ただマウスを置くスペースはないから、クソみたいなタッチパッドを使わないといけないいけないっていうストレスがあって、やっぱりそれなりのスペースは取ってくるから、小さいテーブルやと使いにくいっていうのはある。そして最後はね、普通に重いとやっぱり 2.2kg っていう重量は 15.6 インチノートパソコンにしては軽い方ではあるんやけど、それでも 2.2kg は十分に重いです。リュックサックであれば全然重さを感じることはないんやけど、トートバッグとかに入れてしまうと肩への負担がえぐいということなんで、やっぱり 15.6 インチのノートパソコンを持ち運びたいんであれば、それなりのリュックサックを用意してもらうっていうのがおすすめです。全然番犬の役目を果たせてない番犬がいる。はい。で、ここまでね、15.6 インチのノートパソコンを俺がどうして購入したかっていう理由を解説したんやけど、よくコメント欄でもらう、どうしてデスクトップを買わないんですかっていう理由に関する回答としては、この2点になります。家でも外でも全く同じ作業環境を維持したいっていうのが一つです。確かにね、家ではデスクトップ、外ではノートパソコンっていうのも考えはしたんやけど、日本一周後半戦をまた考えています。その時に外で作業をすることになるから、家の中と全く同じ作業環境を持ち出したいっていうのが一つです。そしてもう一つ、二台運用に関しては動画データの移動が煩雑っていうところやね。これ何かっていうと、家でデスクトップ、外でノートパソコンでしてしまうと、その2台の中で動画データをやり取りしないといけないわけよ。ただ動画データって余裕で30ギガを超えてくんねんな。で、30ギガを転送するのって結構伊達じゃない時間がかかって、その転送自体が煩雑な作業になってしまうという気がしているので、2台に分けて使うというよりは高性能な1台にまとめて使う方が効率的なんじゃないかと思っているというのが、俺がまだデスクトップパソコンを買わない理由です。だから多分ね、日本一周終わったら俺も普通にデスクトップパソコン買うんじゃないかなとは思っています。はい。で、今回はね、デスクトップパソコンとあと 15.6 インチのプレミアムノートパソコンを対比させながら解説をしてきたんやけど、だいたい市場にはこの4種類のパソコンがあって、それがデスクトップパソコン、コンパクトノートパソコン、15.6 インチノートパソコン、15.6 インチプレミアムノートパソコン、まあここにゲーミングノートも入ってくるっていう感じになります。デスクトップパソコンは何よりも価格性能のコスパが最高です。高性能を一番安く買う手段はデスクトップパソコンです。で、次にコンパクトノートパソコン、これに関してはまあ10インチから14インチぐらいのノートパソコンをイメージしてもらえればと思うんやけど、性能はそんなに高くはないんやけど、気軽に持ち運べるっていうのがメリットになるから、ゲームとか動画編集とか画像編集をしないんであればこれで OK です。で、次 15.6 インチの安いノートパソコン、まあこれ一番市場で売れてるモデルらしいんやけど、15.6 インチやから画面が大きいっていうのと、まあ安いモデルやから重量は重いんやけど、ただ一応デスクトップパソコンと比較すると家の中では自由に動かせるのかなっていうところで選ばれています。そして最後に 15.6 インチのプレミアムノートパソコン、もしくは 15.6 インチのゲーミングノートパソコンに関しては高性能を持ち運ぶ手段として選ばれています。ただこの中でも 15.6 インチのゲーミングノートパソコンに関しては 4K ではないパターンが多いのと、あと重量が重くて電池が持たない代わりに値段が安くなります。で、プレミアムノートパソコンに関しては 4K で重量が軽くて電池持ちがいいから、外に持ち出しての重い作業がしやすいですっていう傾向の違いになります。だからここに書いてある通りであるんやけど、パソコンはみんな違ってみんないいから、それぞれ自分が必要としている用途に応じて最適なパソコンを選んでもらえばと思います。以上となります。このチャンネルではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報を発信していくので、この動画が良かったなと思ってもらえればグッドボタンとあとチャンネル登録をお願いします。で、あとガジマガっていうブログも運営をしていて、こちらも2日に1回の確実更新でガジェットと生活改善情報を発信しているので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。あと Twitter もやってます。日々くだらないことをつぶやいているので、そちらもフォローしていただけるとありがたいです。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。